皆さん、お元気ですか？僕はゆいちゃんのペットのハムスターのハムシローです。今日も今回の動画の見どころを話していくよ。今回は63日目の放送に向けて拠点を改築していくんだけど、準備編は準備編なんだけど、僕は少し心配してることがあるんだ。ゆいちゃん、放送の準備をするんじゃなくて、何やら大会の準備を進めているらしいよ。大会？放送の準備じゃなくて？僕もその後、仲間と回し車に乗る約束しちゃって、何の大会をやるか聞けなかったんだけど、大丈夫かな？どんな風になるか楽しみにしててください。このチャンネルでは主にサバイバル系のゲームを実況していて、今はセブンデイトゥーダイというゲームをプレイしているよ。セブンデイズにドハマり中らしく、今後もセブンデイズの動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それといつも高評価コメントありがとうございます。とても励みになっております。あ、長くなっちゃった。それでは、本編、どうぞ。はい、それでは実況の方やっていきます。61日目の14時52分になりました。今日やっていくことなんですけども、63日目のホードに向けて拠点をまたね、回収していきたいんですよ。それをね、今日はやっていきますよ。今回の拠点は、私の中でかなり面白くできるんじゃないかなと思ってます。それでは拠点の方を作っていきましょう。設計をまた一からやらないといけないかもしれないんですよ。改造大変かもしれないんですよね、今回の拠点も。ただ今回の拠点も面白いと思うんですよね。うまくいけばすごい面白くできるんじゃないかなと期待しているところです。どうかな、これうまくいくかな。結構際どいんですよね、うまくいかないの。本当にうまくいかないですからね、ちょっと心配。一回うまくいった後は失敗するっていうね、今んとこそういう流れができてますからね。成功を信じてやっていこうかなと思いますよ。ここ登ってきてくれるかな。まずそこからなんですよね。だからここに頂点を持ってくるんだから、よし、じゃあ改造してくか。いけるかな、これ成功させたいな。どうかな。なるほど、これはなるほどですぞ。あれ、これはいけるか。よしよしよし、やっていこう。こうだね。ここからこういって。よし、やってみよう。この計画だ。この計画でやっていこう。コンクリート壊すのすごい大変。これゾンビさんすごいな、本当に。あの人たちすごい怖い。よし、じゃあこれでちょっと強化して、どんな感じになるか見ていこうか。間違ってないね。大丈夫だね。よしよしよし。ここで、ここをもう道にしちゃおう。一段ね、高くだっていう形になるからね、これでね。よしよし。で、生コンブロックで、階段を作ってあげる。あ、意外にいけそうかな。この辺も崩していかないといけないんだけど、かなり大変ですね。オーガでも全然進まない、これ。これだけでもだいぶ時間かかっちゃうな。お、いいね。シールはこうやって壊すしかないですね。意外に崩落はしやすいってことなのかな。貞子姉さんがどっかに来てる。私の回来た来た来た、もうやめて。どこにいるの。いたいたいた。
貞子姉さん、ほんと厄介だよ。やばい、貞子姉さんがいっぱい呼んでるよ、あれ。やばい、変なの来た、変なの来た。あんなやばいの来たよ。これ来たよ、これ。ハマ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 で、ハマで吹っ飛ばす。いいよ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 。あっち行って。おっと、大丈夫これ。オッケー。うわうわうわ、やめてー。うおー、これ面白いぞ。ほら、こういうのも面白いな。おー、63日目の16時41分になりました。今日の22時に報道が始まるんですけども、あれから拠点の方を改築しておりまして、拠点がとりあえず完成しましたので紹介していきたいと思います。いきますよ、せーの、でーん、でー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 ん。これがですよ、これが私の今回の迎撃拠点になります。前回よりも建物がでかくなったと思うんですよ。これなんでこうなってるかっていうのをちょっと紹介していこうと思いますよ。それではデバッグモード、はい、オッケー。じゃあね、拠点の方紹介していきたいと思います。じゃあいつものごとくゾンビさん目線で拠点の方を紹介していこうと思いますよ。まずゾンビさんはここをね、こうトコトコトコ登ってくるんですけども、前回と違うところはまずね、ここの頂上のところに拠点を構えているんですよ。これなんでこうしたかっていうのを後ほど話していこうと思いますよ。で、ここに皆さんが置いた方が面白いんじゃないかなっていう話を聞いていたので、キャンプファイヤーを置かせていただきました。ちょっとね、違うところで試してみたんですけど、これすっごい面白いですね。これ考えた人天才ですね。素晴らしいと思いました、私。これね、気に入っちゃいましたよ。で、ゾンビさんはここで一度燃えながらですね、ゾンビさんはここに向かっていくわけなんですけども、この先にですね、まずこちらに斜めのブロックがありますので、こちらで私のところにたどり着く人とたどり着かない人がこう分かれていくんですけども、またね、運よく私の方にたどり着ける人っていうのは、ここにね、ここにね、キャンプファイヤー置いてますからね、燃えながら私のところにこう迫ってくるんですよ。で、ここにあるのは電流フェンスポスト。電流フェンスポストでビリ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 になりながら、あれ？ここの電流フェンスポストって高いかな？これちょっと後で直そうかな？低くした方がいいかも。ゾンビさんはここでこう向かってくるわけなんですけども、私はここでね、迎撃をしていくんですけども、ここに拠点を構えたかっていうと、今回もですね、ここに地雷を置くんですけど、ゾンビさん、多分、こんな高いところに設置したら、ゾンビさん、すっごい、ぶっ飛ぶと思うんですよ。もうね、それが見たかっただけで、私は、ここに拠点を構えましたよ。今回は、ちゃんとね、ナンバーワンを決定していきたいんですよ。ぶっ飛びナンバーワン。で、ここになんで設置したかっていうと、ちょっと VTR を、どうぞ。邪魔しないで。はい。見ていただけたでしょうか。私、この、走りながらでですね、ゾンビが、ぶっ飛ぶシーンが、一番面白かったんですよ。
だから一番ね、走ってくるゾンビをぶっ飛ばしたいんですよ。だからここに地雷を設置しましたよ。多分ね、ゾンビさんね、ここだったらすっごい元気よく走ってきてくれると思うんですよ。そこにこの地雷があることによって、ゾンビさんは遠くの方へ吹っ飛んでってくれるんじゃないかなって思って、ここに拠点を構えましたよ。走り爆破飛び選手権、全国の爆破飛び自慢の方にね、集まっていただいて、ナンバーワンを決めていきたいんですよ。そういった感じの大会を開いていこうと思ってますよ。果たして誰が一番遠くに飛べるか、走り爆破飛び選手権を開幕したいと思ってます。私はね、やっぱりノッシーがね、一番飛んでくれるんじゃないかなと期待を込めてるんですよ。ノッシー、ワン、ツー、あの二人はだいぶ運動能力が高い。なので、あの二人が一番来てくれんじゃないかなと思うんですけども、ダークホースは、コウジのおじさんもね、なかなかいい飛びをするんですよ。例えば、このシーンですね。VTR、どうぞ。ああ、ほら、一段増やしたよ。どうぞ。おお、芋掘ってる。おお、こちら、見ていただけたでしょうか。こんな感じでね、なかなか、工事のおじさんもね、整備士さんもね、なかなか跳躍力があるから、この方もね、いいと思うんですよ。ダークホース的なんですよね。あとは、ナースさんも、前回、なかなかの飛び具合を見せてくれておりますので、ナースさんにも期待したいんですよね。で、あとは下の方の紹介まだしてなかったですね。下の方はいつもと一緒ですね。ガストラップ踏んでありますので、踏んでいただいて、ここをループしていただくっていう感じの拠点ですね。もしね、こっちに落ちちゃったゾンビさんは、このように今回ここをね、しっかり通れるようにしてあります。この方がね、ショートカットできると思うので、ゾンビさんもいいと思うんですよ。なので、ここを一応開けてみましたよ。で、下の方は、できる限り、スチールにしてありますので、下を壊してくるってことは、ないんじゃないかなと思うんですけど。で、武器の方は、今日は、この辺ですね。マグナムを179、7.62mm 弾を514、ショットガン。あ、私今ショットガン持ってない、ショットガン取ってこよう。で、あとはモロトフカクテル20発。よし、じゃあね、今回はこんな感じで、コードの方をやっていこうと思ってます。それじゃあ次回はコード編です。楽しみにしててください。バイバーイ。